こんにちは、速稼塾の久保です。ブックメーカーについて久々に質問いただきましたんで、現時点での私の考えをお伝えしますね。ブックメーカーって勝率が 96% とか 97% って言われてるんですよ。だからバーンとベットしますよね。まあ大抵勝つんですよ。だって 96% とか 97% の勝率ですからね。で 96% とか 97% の確率で増えていくわけですから、なんか大勝ちしそうな気がしますけども、実はねそうじゃないんですよ。私が長い目で見ればですよ、長い目で見ればこういうふうに考えることができます。97% の勝率としましょう。これね100回に3回は全部なくなるってことなんですよ。ってことはいくら 97% の確率で勝っていっても、その残りの3回で全部なくなっちゃうんで、まあベストはね100回やって97回勝ったらやめることなんですよ。それがもう最大値ですね。だってあと3回は負け負け負けなんで、なくなっちゃうんですよ。で偶然例えばね100回中97回勝つの10倍して、1000回中970回勝つの900回勝ち続ける方いるかもしれませんけども、でもどうですかね。だって全部いかれちゃうっていうか、ほとんどいかれちゃうわけですよ。例えば 50% なくなるにしても、ずっと積み重なった価値が一気でぶんどられちゃうんで、きついなと思いますねそれはね。だからやっぱりこうロスカットが引けるっていうかね、だから負ける時って1負けたら撤退できるみたいな形だったら全然いいんですけども、負ける時は半分以上なくなるみたいな設定になっているんだったら、これは永遠に勝ちが追いつかないと、負け額に追いつかないんですよ。だから勝率は高くても負ける率が低くても、その負けを1回やっちゃうと今まで90回勝ち続けたのが全部パーになるわけですから、これは一見勝てそうなんですけども、まあそうですね、プレイ回数を30回に限るんだったら勝ち切ることはできるんじゃないかなと思いますけども、稼ぎ続けるのは非常に困難ですよね。だから何百回という単位でやるんだったら、まあみんな負けというね、ほとんどの人がお金を失って撤退ってことになるんで、上手なやり方っていうのはこのコミュニティを運営して参加費で稼ぐって感じですかね。で参加した人は 96% とか 97% の勝率で勝つからっていうのを当てにして、ずっとやり続けてなぜか負けていくみたいな思考トラップにはまってしまうかって感じですよね。冷静に考えたら負ける率がたった 1% でも、その1回で全部なくなるんだったら元の目読みで長い勝負をしたら必ず負けるってことになっちゃうんですよね。まあ、だからブックメーカーに関してはもうちょっとやり方を考えないといけないのかなと思いますよね。これがまあ最初に気づかないといけないところです。でブックメーカーが勝てないってわけじゃないんですよ。ここを攻略する方法をきちんとね編み出していく、もしくはそれを担保してくれるチームなら勝ち切ることができますけども、ここに対策がないんだったらそれはやればやるほど負けるんで危なっかしいなっていうところですね。あともう一つは、なぜかね日本円にするルートがなんか出ちゃう潰され出ちゃう潰されなんで、なかなかね日本円に持ってこれないんじゃないかなと思うんですよね。まあでも数年前はねそうでもなかったんですけども、この2つの問題ってそんなにね大きくなかったんですけども、ここ何年かはブックメーカーのプレイヤーが増えたから、人気が出てきたからですかね、やっぱ目立ち始めて、どうも迂回してお金を日本に持ってくることが難しいというふうに聞きます、というふうに聞きますってだけです。私はね数年前ブックメーカーをちょっとやってみたんですけども、まあ勝つことはできたんですけども、それ以上に利益を生む方法に移ったんで、そのうちブックメーカーやらなくなってきたんですよ。相対的にブックメーカーの方がやっぱり率が悪いんで、ブックメーカーを離れて例えばこの YouTube の方が割がいいんでね、やっぱり、ブックメーカーよりも YouTube の方が割がいいってことになっちゃったんで、こっちに移ってきたかなってことですね。だからやっぱり稼ぐ方法っていっぱいあるんですけど、相対的に何が一番少ない労力でたくさん稼げるのかってことに落ち着いちゃうんですよね。でブックメーカーはさっき言ったみたいな2つのことがあるんで、2つの攻略があるんで、そこに時間をかけたりとか、ああでもないこうでもないってやってる間に YouTube は動画をどんどん撮れば利益出てくるんで、まあ私は YouTube の方に、どっぷり使ったかなってことですね。ブックメーカー可能性がないんじゃなくて、そこを攻略すれば向こうに行けるよって話なんでね。
そこに答えを持っている方がやるんだったら全然いいんじゃないかなと思うんですよ。日本円に常にいつでもできるようなルートを持っていることと、この 97% ルールの乗り越え方ですよね、この2つが攻略できている人もいると思うんで、私もね攻略している人何人かお会いしたことありますんでね、多分そういうところじゃないかなと思います、それをねぜひコンテンツを提供してくれている人にこの2つの問題どうですかって質問を上げてみればいいんじゃないですかね、多分できてる人も多いと思うんで、あとはできてる人にたまたまついたのか、できてない人にたまたまついたのかってことだと思いますけどね。はい、じゃあ以上です。